中日の三好博則外野手のバットが止まらない。10日まで行われた広島との3連戦では全試合で安打をマークし、オープン戦の打率は3割4分4厘で12球団中3位、安打数11本、盗塁3個は同1位となっている。10日の試合では中堅で攻守を見せ、ファンからも開幕スタメンある三好守備範囲すご、こんなアピールする若手久しぶりじゃないと期待が高まっている。4年目の今季はオープン戦序盤から失投量産、外野の守備でもファインプレーを連発している。8日の試合では2安打2打点、9日には1番に起用され2安打1打点の活躍を見せた。三好は俊足、高打に攻守ってイメージやけど、しっかりパンチ力もあるのがいいよな。荒木元コーチが、外野の守備は三好が一番うまい、って YouTube で絶賛してたな。外野では今は三好が一歩リードかな。岡林とのスタメン争いしながら、高いレベルの競争してほしいな。ディカーソンのバッティングが上がってきてるだけに、岡林が戻ってきた時に悩ましいな。ここ数年の課題やった大島の後釜だったのが、こういう楽しみな選手出てきて嬉しいわ。三好は打撃がシーズンに入ってからどうかやけど、トータルでまずは大島越えを果たしてほしい。まだまだエース級の投手との対戦が少ないからこれからやね。三好が開幕スタメンセンターあるかもしれんよな。センター三好、レフトディカーソンになるか？もともとポテンシャルは不開地だったし、やっと開花したかな。センターは三好、ブライトと競い合えればいいな。これだけアピールに成功してたら、とりあえずは開幕スタメンでシーズンインしてもいい気がするわ。三好は絶対スタメンで使うべき選手やわ。総力、盗塁と守備力で大島にチャレンジして、中日を牽引してほしい。岡林三好で細川の守備範囲もカバーしつつ、鉄壁の守りを見せてほしいな。